タチウオのワインドセットの説明、内容はこういうふうに言ってます。タチウオ用のこういうセットで、これが、アシストのフック、ワームですね。とこれが、トキメタルになっています。まず、これをワームをセットします。夜釣りになるんでケイメフタルを使った方が効果的です。でこれを付属してるんで、これを見てください。はい、こういうふうにドリル型になっています。でこれを折ります。ウルトを取ります。でこれを刺します。で刺すところ、この下の方ドリルになっているのでねじりながら、はい、で次にこれを刺します。これは穴が開いているのですぐに貼ります。はい、で次にアシストフックを、向きが、タチウオを下から食い上げてくることが多いので、針は下向きにセットします。ちょっと入りにくいんですが、ちょっと、はい、これで入りました。でもうちょい下にずらします。でこのフックを固定するためにこの下に針を刺します。はい、もうちょい上ですかね。もう少し上、はい、こんな感じですね。はい、で、あとはこういうワイヤーの、リーダーをつけます。これはワンタッチでここへセットするだけで、あとは糸をここに結ぶだけで完成です。